またあの怖い夢を見た。ああ助かった父さんだった。今度は何？遅れてすまんな。金はできてるか？できてない。帰って。それがそうはいかねえんだよ。女房がプレッツェルの売り上げを当てにしててうるせえのなんのって。金はどうした？いつ金を持ってくる？なんでまだ入らねえんだって。せっつくせっつく。さあ奥さん、金は？言っただろ、金は払わない。レグス、ルイ、懲らしめてやんな。これはこれはマージ・シンプソンとギャングのお仲間じゃない。マフィアを使って業績を伸ばすなんてなんて汚いの。そっちがその気ならこっちもやるわよ。ヒロシ、ユキオ、日本のヤクザがどれほど怖いか噂ぐらいは聞いてるでしょ。半端じゃないわよ。死体を刺身にして醤油つけて食べるんだってよ。やれ。やりやがったな。おお、中に入ってましょうか。でもあの日本人何にもしてないよ。今に何かすごいことやるかも。爆弾蹴りチョップとか。ああ、俺がイラン世話焼いたばっかりにこんなことになっちゃって怒ってるだろ。あなたは好意でやったんだから怒ったりするもんですか。うわ、外で何やってんの。ああ、マフィアとヤクザの喧嘩よ。いいから寝てなさい。失礼いたしました。